この動画には、以下の要素が含まれます。ゆっくりしていってね。皆さんこんにちは、かちゃんです。今回はリクエストにお答えして、FA18C ホーネット ×4機と、F2×4機を戦わせてみたいと思います。モッドでは FA18EF スーパーホーネットもありますが、今回はバニラの GCS に実装されているホーネットの方を使用します。スーパーホーネットを見たい方はコメント欄に書き込んでくれると、今後やるかもしれません。FA18C の武装は、AIM120C×6発、AIM9X×2発です。F2 の武装は、AIM120C×4発、AIM9M×2発です。日本の AAM は実装されていませんので、代用です。また F2 はモッドを使用させていただいています。皆さんはどっちが勝つと思いますか？コメントで予想してみてください。それでは最後まで、ゆっくりしていってね。AIM120C を発射。FA18C もワンテンポ遅れて AIM120C を発射。F2 は前機が発射しましたが FA18C は1機しか発射していません。下方向に反転、速度と距離を稼いでミサイルの回避を試みます。FA18C は全滅、F2 は2機生存しました。皆さんの予想は当たりましたか？このチャンネルでは、DCS でやってほしいことのリクエストを募集しております。コメント、高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知ボタンもよろしくお願いします。他の動画もたくさんあるので右上のiマークから探してみてね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。